神道剣男子剣心影光、米長さんだ。最初この子を見た時、サブレ王国の王子っぽさがあるなと思って。多分髪型がなんかまるっとしてるからかな。あのカエルのために金はなるの、まあ、よく見たら全然違うけども、いいね、なんかちょっと変わったタイプだね。というか米長さん使うんだったら、あのみだれちゃんみたいな女子キャラをまた実装させて、その女の子っぽいというか女の子をやってほしい米長さんお得なセット担当キャンペーンですからね。依頼札、手伝い札の販売もありますよ。そして同時にイベント戦力拡充計画、各練習で刀剣男子を獲得せよ。不動雪光、太鼓金定宗、うん、ゲットしてない人はこの時期にゲットしようだね。定宗ですかね。これは新刀剣男子ですかね。ちょっと存じ上げないんですけどもね。で、イベント任務を達成して極め道具をゲットしましょう。遠征キャンペーン6時間以上の長丁場行かせると必ずもらえると。今日のくすぐりは違うね。ちょ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 、あ、そうだね、そうだねってそうだとなぜか根が入ったけども、ユーザーインターフェースがちょいちょい変わりましたと。例えばこの入れ替えの時、ツンツン、なるほど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 、体調ね、なるほどこれ便利だね。あとはこちらね、うんと舞台同士のシャッフルができると。どっちだって。あと出撃するときも、出陣だ、まだ行かないけど、舞台選択で、今まであのポチッとしてニョキンって出てたのから選択してたと思うんだけど、こうやって選べるようになったと。まだ拡充計画はしません。あとね、あと何変わった何か書いてあるんだろう。公式ツイッター。お、納涼祭のあれか。今日は珍しく先にツイート欄から眺めてる。これなんだ、あれか、慰安方法かな。ふむふむ。これはドールの冷え切り。あ、指輪だ。高そう。参勤交代か。ここもニョキって出てくるあれじゃなくて、右側のタブから選ぶ形になってるから、あの癖でね、ここら辺探しちゃうんだけど、こっちだね。遠征の方も出撃と同じようにこういう形になりましてと。で、本丸の左下のところから今どこに行ってるよっていうのも分かるようになったと。遠恋のところで、でこういうところで、なんだろう、大喜利っぽく面白く言ってる人もいれば、たまにおちんちんピローンとかね、ひどいこと言ってる人も中にはいるだろうから、そういうの見たくないよって時は非表示すると。こうなると、まあ中にはね、なんかネタバレ臭いセリフってなんかあるのかな、そういうのがあったりしてね、見たくないなっていう人もいるだろうし、まあコメント自体がいらないよって人はね、こういう非表示もできると。あと出陣してる時に、進軍する道の効能の時に現在地が確認できる、そんな機能もあるらしくて。さて、あともう一つあるんだけども、まあやりながら説明していきましょう。まずはあの、なんだっけ、サブレ王子なんて言ったっけ名前、剣心影光の有料レシピはオール35だそうです。オール50にしてくれよ。で、時間は30分。あー、1時間多いね。おやおやおやあ、ありのままに起こったことを話すぜ。俺はいつも通りレシピの数値を人差し指を酷使して打ち込もうと思っていた。そう思っていた、いつの間にかすでにレシピが打ち込まれている超スピードだとか超能力だとか、そういったチャチなもんじゃねえ、もっと恐ろしい運営のあれを垣間見たぜ。ありがとう助かる。でも今回まだ簡単だからね。40分、珍しいのでね。仲間だよ。あー、楽だなんて楽なんだ。3時間、いいのが出ちゃってる。確かそうなんだよな、そっちも出るレシピだからね。これ仲間だよ。誰だろう、山伏。あー、どうだ抜きでした。
俺しかしこれ依頼札の解けるスピードも尋常じゃないだろうな。今まではポチ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 来い来いポチだったのが仲間だよ。はい担当、はい担当、はい担当、はい担当って、はい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 ってさどんどん打てちゃうからすぐいなくなるね。3時間。しかし俺のカット編集の手間が若干省けるぞ。どんどんポチポチいけるから。そろそろ札突っ込んでみるか。40分は違います。脇差しは仲間だよ。じゃあね、竹チック40分違う。仲間だよ。じゃあ2期おめでとうってことで待つ。ジュン3時間違う。仲間だよ。待つで思い出した。あの池袋のアコースタっていうコスプレイベントこの前行ったんですけど、マツコスをした俺は海外の方がいて、すげえかっこよかった。あの普通のなんだろう、マツの格好なんだけど、あのデフォの顔がかっこいいから仲間だよ。すごいかっこいいマツが2人いた。鼻高えと思って他の画面に移動してもちゃんと残ってる3号いいね、ありがたい。仲間だよ。全然30分が出てこないのがありがたくない。4時間。新人くんが来たねどっちかな。うむ、三日月宗近か。打ちの毛が多いゆえ三日月と呼ばれる。よろしく。あなたはもういらぬぞ。わーい、浦島くんと物吉くんの強化素材がどんどん手に入るぞ。嬉しいな。俺は嬉しくねえよ。3時分。今近所はおさふねにしてる。この二人が待ち構えてるぞ。何でお出迎えしよう。書いた、叫んだ、なんか祈った、踊った、脱いだ、剥げた、いろいろやったから、まあここはうんシンプルにいきましょう。刀の目利きはおいで前の主譲りでね。平野東四郎と言います。ちょっと君地下室においで。うん、いや大丈夫、別にあの怒るわけじゃないから。うん、まあ、とりあえずね、この椅子座って。うん、じゃちょっと目隠しするね。うん、うん、大丈夫大丈夫、これまあ腕縛ってるけど別にね逃げられないようにしてるわけじゃないから。うん、あ、じゃああとは元気で。うん、よし頑張って担当するぞ。お、無駄遣いしても僕はお金貸さないからね。貸せ。よし久しぶりに来たぞ。ちなみにみんなの見てないところでまたお買い物に行きました。新人くんが来たね。新人新人新人。僕は天心影光、甘く見ないでもらいたい。熱盛と出てしまいました。やったー、熱盛影光。違う違うよかったー。でもやっぱり夜長さんだね可愛い。もうそのまま女の子のとして扱ってもいけるぐらいの声してる。よし、じゃあ脱ごうか。僕は隊長。本当に？本当にござるか。戦か。どこがいいだろう怖くなんかないぞここだと脱ぎすぎちゃうかな。レベル1だしな。まあでも基本演習はね、基本の木ですから。ここん政府より下ります。9月19って書いてあった。
え、何？なんか油が揚げたものがどうとか言ってたけど、まあ気のせいだろ。幻覚幻覚。持ち手がみんな頑張ろう。塚のところがなんか独特だね。なんていうの、まっすぐじゃなくてちょっとケツの方に向かうにだってちょっと広がっているというのか。行くぞ。てってってててて。ってああ、カーンが言えなかったじゃないか。痛くないぞ。おー、ああ、もう行くぞとか言うから別の意味で行くぞこれは。普通の一面のステージにしよう。あー、この傷つき顔かわいい。これは涙？それともちょっとコンタクトポロって出ちゃった？僕は我慢ができるから大丈夫。なんか不思議な闘神してるね。なんかなんていうんだっけ、波打ってるあれの感じじゃなく、なんだろうこれ。ちょっと待って今俺ウィキで本物見てくる。じっくり見よう。じゃちょっとね、みんなにも見せるために俺が書くわ。これでね、ちょっとページを見ながら、歯のところだけになるけど、でニョンニョンニョンウォンウォンウォン。難しいな、このやっぱ刀匠たちの腕はすごいってことだね。俺がこうやってね作ろうとしても綺麗なね作れないね。でここになんか梵字が書いてある。よし、刀剣の勉強もしたところで、まだ我慢できるけどいいの？行くぞ。神仏の加護像あらん。かわいい。神仏の加護像あらん。中傷。痛くない。我慢しなくてもいいんだぞ。痛いでしょ。痛いよ。君が傷つくことにより俺たちの心がもっと痛いよ。まあ今まで全員わざとやらって脱がしておいてなんだって話だけど、あーこれか。へー、わかりやすいね。まあ帰ります。はい、じゃあおべべ来ましょうね。大丈夫、なんとかする。行くぞ。神仏の加護像あらん。本当に怒ったんだぞ。おお。神仏の加護像あらん。おお、失礼しました、お知らせが出てしまいました。神仏の加護像あらん。なんてこった。なんか母性がキュンとなったサニワがいっぱいいそう。疲れた、癒してあげなきゃな。僕は我慢ができるから大丈夫。まだ我慢できるけど。つん、今日は新しく文字を覚えたぞ。ほう、な、ない、何の文字？その先がすごく知りたかったんですけど。今日は新しく文字を覚えたぞ。我慢ができないうちはいつまでも子供なのだぞ。どうなんだろう、ここがいいね。でこれね、立ち方でしっかりこのね、このモデル的な腰じゃない、肘曲げと腰のあたりに置き方と、この空間を作るのがね結構大事なんだよね。多分この子はもうデコデコい、多分ね服のシルエットも綺麗だからね、こういうキュって感じでいいくびれができるんだろうけども、さらにこの左腕の置き方ですよ。そしてこの綺麗な空間を生み出していると。あずき長光は昔から僕の世話をしてくれてるんだ。つん、今日は新しく文字を覚えた。あずき長光は昔から僕の世話をしてくれてるんだ。やっぱ独特だねここ。かわいい。あ、お団子だ。お団子かこれ。盗聴。
僕は謙信影光、上杉謙信公が常に身近に置いていた担当なのだぞ。だからその名前をもらっているんだ。設定的にはそのなんだろう、人にしたら何歳ぐらいの設定なんだろうね。5、6歳やもうちょっといってるか。小学このアーマーのせいかさ、なんか腕はがっちりしてるように見えるよね。かわいい、すごい担当にしては結構長い。そういうわけじゃないから、体がちっちゃいからそう見えるだけかな。あ、内番はちょっと今埋まっちゃってるんで、また今度かな。今度の動画で戦力拡充計画とともにお届けする感じで。で、イベント任務がありまして、あれちょっとアイコン変わった。前からこんな風についてたっけ。なんか綺麗に見やすくなったような。うん、すべてを達成すると極めグッズも、うん、各種ゲットしたいね。さあ、そんな感じで今回はまあ比較的軽症で済んだかなちょっとお買い物するんだけども、ただレシピで回すね、資材の数が少なめで助かったね。この前でかかったからな。うん、あとやっぱ依頼札だな、がっつり集めておきたかったけども、担当キャンペーンがさ山ほど来てるし、この前もねイベント期間中4振りのやつもあったし、そっちも回した人はもうねえよってさらに嘆いてるだろうし、そこで運営はありますよ、いいセットありますよってズズイと出してくるけども怖い怖い。まあ破産しないように、うん、家賃は課金まで、違う、課金は家賃までという言葉もあるように、皆様無理のないように謙信影光をゲットしましょう。ってな感じで、次回戦力拡充計画、新刀剣男子っぽい初めて見る亀甲定宗って人は一体出てくるのだろうか編、お届けいたします。それではまた。